究極のパコ、まあ、まず足場っていう漢字を書いてください。これだけだからもうやめた方がいいせーの、乗り換え道場と漢字で書いてください。たよー見てる見てる見てる、パコ花何の花花だよ、これちょっと俺先に勝手にしたと思います。小学校中みんな書くんです。
あ、え、太陽ってどんな感じだったの？あー、なるほど。じゃあ一番簡単なやつ決めればいいね。雨、雨は分かんないですよ。いやいや、分からないそれ。全員全員全員、え、せーの、もう雨急に雨って雲って、じゃあちょっと難しいですけど、花、何の花、花お花、バラとか桜とか、いや簡単です。花ってじゃあ森ができたの。簡単です。2個あるじゃん。花って2個あるじゃん。難しい。ああ、そうよな。あの、花があるってこと。可動詞みたいな。そうそうそう。いや、いくぞ。リュウジさん書いてない。マジで。せーの。いや、ちょっとかわいそうだけど、もう一回言ってみよう。これはわかるだろう。まあ、学校、学とか、学ぶとか。おー、いいぞ、せーの。あー、ギリギリだわ、今。ちょっと、ちょっと、これ小学校自衛なんでね、わかるかな。空、ルージやっぱ、ちょっとちょっと、空っとるから、空だぞ、空、その天気の空だぞ。マジで嘘でしょ。嘘でしょ、一年後空、空だぞ。まあ、危ない。闇は分かって書いたの。待って、空って何？お前ちゃんと高校で撮るだろ。出て、待って、卒業してる、ゲリ卒業できてる。いいか、やばい、いいか、本当に、いいか、いいっせーのーせー、あーで、ケンタロウさんが違った、いや、タケもやばい、タケもやばい、おい、ケンタロウ、ケンタロウ、ごめん、ケンタロウ、ごめん、いや、心書いてある、まだにさギリギリとか、微妙になんか簡単なの、中国式の、いや、一番面白い、タケ、タケすごい、お前人生めっちゃ変わってきた。今日もそうなのかな。こんな感じで。あ、オッケー、来た。じゃあもう一個、ちょっと待ってや。オッケー、こっち入る。ちょっと、お母さんですよ。勉強しようよ。勉強しよう。で、お前ちょっと小学校1年の感じ。で、これもいや、ちゃんと大きくかけよ、もう大きくかけよ、ユージは危ないね。大きいかなで、ユージガーベンしっかりかけよ。不安になった。気合いの気でしょ。こっちはちょっと不利だよ、ハーフの。でも、ゲームお母さんの時間が、だってタガログとか、英語そんなに分かるの。英語問題も今日あるから。せーの。あー、せーかな。あ、せーかな。あー、もう全然もう分かるな。でも、ちょっと、じゃあ、小学校2年もの問題行こうか。家に帰るよ、帰る、帰る？めちゃくちゃやん。え、ひらがなしでいいの？あ、帰る、あ、送りがらつけようか、送りがら、俺も分からんか、送りがら分からんぞ、みんなバカすぎ、バカすぎるよ、ほんとに隠しとけよ、隠しとけよ、なんでもいいから、レジそれと思わないぞ、間違ったと思う、そっちが面白いから、絶対効果的に。タン、2、1、はい、どうぞー。え、これだ、正解、うわ、答えは誰よ、答えよ、いやいや、いや、しかも2人して、ミオ、A 入れちょっと、あ、3人して、アウト、アウト、あ、ミオもアウトだよ、ミオ、A 入れちょっと、いや、あの、このキャンプもお前、アウトだよ、これ、アウト、サラッサラッサラッサ、やってます、やってる、オビになってる、ユージ、ユージだよ、これ横しかないよ、ユージ、ユージ、ユージ、逆でしょ、普通、あ、これ問題ないから、でも強い、そうだ、もう見えないよ、強い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 な、よ、それでなんか図面とか書けるな、数字だけ得意で、定規とボール変えるから大丈夫、定規さえ、じゃあ行くぞ、でかい、何でもいいだけ、何でもいいだけ、さあ、3、2、1、9、
あ強い強い、合っとるか、合っとるか、欲しいな、欲しい欲しい欲しいな、めちゃくちゃ弱くなってる、それ弱いってなんだ、弱めちゃくちゃ弱虫になって、弱虫みたいな、どれやお前頑張ってるんですよ、俺ちょっと3年生ぐらいでいこうかな、これ難しいぞ、橋あの橋桁とか橋うわ難しい、これ難しい、3年生なんででも難しいこんなの分かるでしょ、あれだっけ名前とかにある橋だな、よくあるな、待って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 、あれだっけ、左側が出てこない、右側で、右側でいこう、いいか、左側が出てこない、はい、オープン、うわお前は？私、キーに。お、かけとるじゃん。キーしかない。いやー、ちょっとこれ、昭和の子さん、いい？ 4 年生いっていい？いや、じゃあこれは分かるだろ。暴走族の族。全然分かんないんだけど。族だったり。族？族？族？これ、3年生。さけしかかけんだろ。え、怖っ。なんかこれいい？これ入ってない。社長の肩しかダメだね、お前俺も投げだ、はい、3、2、1、9、おいおいおい、何しとったくせになんだよ、おい、何でここに来ちゃうか、あっと来ちゃうか、あっと来ちゃうか、見たもんな、見てねえよ、お前じゃん、ちょっと待って、お前らも違う、ちょっと待って、ここ全部こっち用にマジバカだろ、こないだの話だろ、もうあっていいでしょ、お前らさあもうこれちょっと難しいからな、小学校4年だからね、塩、みんな頭にくすぎない、ちょっと悪すぎなんですよ、ゆうさん、やばい、塩、いっせーの、せん、はい、残念でしょう、お前もダウトやなんか抜けてる、マジで感じやがらな、いやもう、せんでこれは分かる、愛知県の愛、それを愛せるって、みんなこと愛してるとか書けるんだ、お前なんだそんな、ほんなんてダメよ、これはい、いっせーの、せん、もう、どうやって書いたんですか、お前、しかめた、リュウジ、ギリだよ、なんかお前、手を置くね、ちょっと、あいつちょっと感じやめようか、ちょっとかわいそうだもん、じゃあ、この4文字熟語とか、4文字熟語、いや、熟語この4文字熟語が間違ってるあ、石を一つ投げて2羽の鳥を得ることから、一つの行為から二つの利益を得ること、しおれ、自転車は、それ穴埋めなんじゃないですか、うん、穴埋め、自転車は交通費がかからず運転にもなるから、まるまるだな、それ穴のところ埋めて、いい、はい、せーの、はいはいはい、よかったよかったよかった、よかったよかった、これ一日中いつもと、彼女は何々子供を考えている、4と時間の字、彼女は何々中俺のことを考えているとか、じゃあ、いっせーの、あ、ちょっと待って、ちょっと自信ある人がちょっと俺にちょっと見せて、あ、合ってるね、ちょっと簡単すぎだしかね、みんなせーので見せる、これ4文字が簡単か、ちょっと簡単の選びすぎます、もうちょっと謎、ちょっと頭柔らかいかチェックな、まあ、お前一番柔らかくないとか、チャンスだけ、感じも入ってるとかとっても美味しいのに臭いと言われる野菜はなーに、は、あ、とっても美味しいのに臭いと言われる野菜はなーに、たぶん見せるなよ、いいんだな、じゃあいくぞ、せーの、おお、白菜さん漢字で書いてるし、白菜、おお、まあ、簡単すぎるか、すごっ、
ジで飲むと怒られるジュースってなーに？怒られる？難しいね、これは難しいよ、簡単なの、早いね、めちゃくちゃ簡単めちゃ簡単、すごい柔らかいね、そうか、めちゃくちゃいいかもしれないめちゃくちゃ簡単前降りだ、まさに俺のための問題だ、頭が柔らかさだな、うん、でもどう、なんで怒らんの、え、なんでバカなんじゃないですか分かった、分かったっす、嘘、怒り方っすよ、あ、で、ヒント言うよって、今の大ヒントだ、今の大ヒントだよ、今の大ヒントだよ、せーの、お前が起きるのを言ったもんね、鬼がいつも握っているものってなーに？え、そのまま簡単っすか？え、でも止まってますよ、これ、え、そのまま、え、引っ掛けるんだよ、これ言葉ですか、違う、これ言葉ですか、漢字が不安だ、いつも鬼がいつも握っているものってなーに？さっきもかなかったくせにそんどりお前ちょっと俺下げるかって言ってたのに、そうにそんどりってお前じゃあさっきもさ、ドミノの喧嘩するんだ、似たこと多いって言われるじゃん、何がすああ謎謎だよ、謎謎、あ、待って待ってよ、これ多分違うよ多分リュウジ君俺と一緒最初書いたの、何腹棒もしかして、俺もそれ考えたね、そうじゃないだろ、そうだね、いくよ、せーの、おにぎり、おどうぞ、おどうぞ、うそでしょ、腹棒じゃない、そこだったよ、おにぎりって感じだったっすよね、あ、こっちか、みたいな、腹棒こっちか、腹棒じゃない、ちょっとお前のその考えが面白いわ、そうか、カラボーズが入ってきた、謎謎っていくわけじゃないですか、何にもかかってじゃあもう一個なんで、じゃあちょっと使おうか、じゃあちょっとあんまりくっくりつまんないかな、リスやウサギが勝ってライオンやキリンが勝てないゲームってなーに？リス、ウサギが勝ってライオン、キリンが勝てないゲームは何？もう多分自信満々なんで、一人勝ちですよ、お前頭柔らかいよ、一人勝ちっすよ、頭柔らかい、いや、これは見せて見せて見せて、あ、当たりですよ、見せて、これ見せて、なんでそうなんだ、なんでこうなったかな、なんでこれなんだ、紹介物競争、なんであ、小さいから、あー、なるほど、あ、そうだよ、じゃあ、ああ、正解、よし、正解、正解です、ライオン、あ、それなんて、それなんていう、それなんていうゲームだったっけ、どういうゲーム、どういうゲーム、あ、ちょっと一回、それ答えになっちゃう、ああ、あれだった、どういうゲーム、あ、正解、どういうゲーム、ゲームのゲーム、運がついたらないってやつですね、あ、そう運がついたらない、あ、運がついたらない、あ、そうそう、知りたい、あ、知りたい、なんだろうな、感じもあるけど、車が動く、短い紐、動くと短い、車が動く、うわ、そっちだっけ、え、漢字を書くんですか、漢字を書くやん、何やと、あ、でもその声ってやばい、あ、誰動くと短い、あ、もう書いて、こう、お願いします、何やろ、漢字の続き、こう、お願いします、分かると思ってこれ全然違うでしょ逆やん、何書いた、書いたやつ、全然、うん、あー、当たる、当たる、うん、当たる、うん、うん、違
すごいんだよ、漢字が書けるって。漢字が書けるっていいな。漢字が書けるっていいなって。お前動くちゃうやんけ、お前働く人みたいな感じがしたよ。短いわ、あっとったもんだよ。短いわ、動くち。動くち。働くないですよ。よし、じゃあちょっと英語行くわ、簡単なね。まあ、一応、カタカナと英語書いてみて。じゃあ、リンゴから。英語だな。え、ローマ字ですか。ローマ字に書く。おー、お前すごいね。英語強いよ。英語ちょっとだけ。お、これで合ってる。え、違う。合ってないね。自信満々です。そうでしょ。あるの？あ、だから書いたやつかね。書いたけど、ちょっと自信ない、これには。ミオ。おー、正解。合ってる。イエーイ。何英語って言ってる。お前英語得意じゃないの。アラブ。アラブ。アラブ。なんか多いし。ああ、ポールみたいな感じ。違う。なんか最後の。ああ、正解。正解。なんだこれ。書いてある。何も。四。ああ。いや、英語マジ。アッシャ。アッシャ。もっと覚えればわかりすぎる。お願いします。マジで何これ。お前アプラアプラどれについてアールの前に一文字つくんだよ。おー、正解正解正解。あー、APPLE。 これも絶対難しいな。ユニア宇宙。宇宙。宇宙なんて英語でできる。すごい隣がすごい書いてる。多分あるんです。おお。俺分かった。鈴木もあっとるかもしれない。ああ。惜しい。お前すごいすごい。お前英語強いな。はい。お。あの。カナカナ。ないないない。お前英語強いんじゃねえの。あのカタカナは、まあ、なんとなくわかるじゃないですか。いや、今さすカタカナは違うかもね。いや、もうなんとなくわかるじゃないですか。絶対面白い。どれ絶対面白い。絶対面白い。ハヨノなんか、アンバス。アンバス。アンバス。服のメーカーを出してアンバス。UNIVE VRSE。 お前ら英語得意じゃないの。得意じゃないですよ。なんでお母さん喋れるだろ。お前も英語喋れるだろ。あの、分かるだけです。でも英語何喋れないんですよ。簡単な英語ってなんか逆の前ちょっと出しちゃって簡単日本語かな。めちゃくちゃ簡単。小学校1年で出てきそうな犬。こうっすか。犬。まあ、あ、犬。面白い面白い。犬。犬できたやつが見せるよ。おー、正解。正解だろ。正解です。ねえ、ああ、ああ、正解正解。A に見えるドッグ。まあ、まあ、ゲージが。ゲージが。ええ、ええ、ええ、ええ。戦わなきゃよ、もうお前。先生になんてしとるんだよ。なんでしょ。あ、いなかった。ドッグ。ああ、どうする。おお。ドラム。で、魚は魚。魚。フィッシュ。見えるなよ。これちょっと不安ですね。アットンさん、いいなんかフィッシャーだと思うんですよ。多分いいいらないわ。いいなんかこれいい。お前違う。お前違う。お前違う。あ、惜しいな。もうそこじゃない。いいな。ちょっと待って。あ、すいません。それはすごいですよ。いいはいらないって言うんで2個考えた。そのすでにめちゃめちゃフィッシャーフィッシャー強い。何よお前。あ、今は他に何がある。簡単な英語。お母さんとですか。あ、お母さん。あ、お母さんにね。あ、それはお母さん。違う違う、見んなよ、それ見んなよ。英語で語るものなの。なんて言うなよ。日本人だぞ。そうそう、英語なんかあるの。あ、これは違う。これはちょっと正解。出るやん、出るやん。正解。よっしゃー。レイ君、ザブトもらえる。それ、消さないとザブトもらえる。
英語だけ決まってるやっけ。知らんのか、分からんの。じゃあ、みよ、最初は聞いとけ。みよたち、しょ、絶対なんかの映画でマミーマミーマーマーマーしかも MA じゃんマー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 マこれ分かるから、じゃあ最後の問題、簡単だから本なんだ、本だ、本ジュネア、あー正解ちょっと待って、自信問題、自信問題なんで、えあーそうか、びっくりした、ちょっと強いな、アウト一緒に使ってるいい、わわわあー正解正解正解、ああ、ビールの動き何それ絶対笑い取りに来てる、はい、じゃあ本日ちょっと長くなりましたけど、2回どうしようぞ、バカ検定は大丈夫か、はい、じゃあ皆さん別にてあ、それか一人しかいねえ、あ、一人しかいねえか、一人しかいねえか、あ、違う違う違う、行くぞ行くぞ、はい、行けー、はい、行くぞー、いやいやいや、お前ちょっと漢字のところに完全にもう足を置いてやるから英語で取り返せるからアウトだからはい、それじゃあ皆さん、またちょっと楽しい企画もやっていきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします、お願いします、あの、別件ですけど、足場材の買い取り、準備やります、また足場材余ってるか、小建て1等分、2等分細かい手すりだけ、100本、200本全然買い取りしますので、ぜひ買い取りの方もよろしくお願いします、お願いします、せーの、またねー。